まあでもまあ白なくなったと。白なくなった。浦さん、浦さんなくなったとね。うん、ナイス2着っす。ナイス2着、うん、途中から2か3か4かみたいになったところで2だった、うん、確かに、うん、1位になりました。1位、1位瞬間1位、あ、順位で、ね、あー、なるほどね。1位、あとカンパーティーの時、ちょっと良く出してウーピン切ってる人はもうチーってされてた、ね、あ、うん、まあ普通にタロスさんにウッパーピン、うん、流れるもあるし、ローンまで、まあローンはね、ないとは思ってるけど、まあ普通に2位だよね。あれが決まりが決まりでした。ハッピー、うん、ラッキーした。ハッピーラッキー。わかりました。一戦目で。一戦目で。はい。気分的にとか。まあ上がりを、うん、取りて上がらなかった。何もないってことですかね。ヤンメンジーはね、太郎さんの速度感を感じてたので、ゲームピンですか、うん、ハクドラだ。なんか太郎さんの現物のスチーワンなら、まあなんか、うん、あの太郎さんからリーチって次にでも来そうな雰囲気だったんだよね、うん、まあ、結構余ってたので、うん、まあ、スチーワンだったらいいかなと思ったんだけど、まあ、リハーピンスチーワンで場所が全然わからなかったので、まあ、打線と天気だったら多分泣かないもね、全然普段やあることなんだけど、あれ初泣かず、すごかったですね。初泣かずはね、かなり消極的、やっぱ5パー打っちゃったので、もう一発打ってしまうと高くしたいよりは、よりはそう、守備の枚数で、まあどうせ2枚目泣くから、それだったら1枚目泣いとけような話になっちゃいそうなんだけど、うん、まあなんか残ってる範囲が良かったので、普通にリャンメンリャンメンにして、まあ なんとか切ってくるルートも普通にあったかな、うんうんうん、うん、泣きそうよね、センテルね。泣きそう、うん、だってどうしようもないからね。カツポン、タンポンで、まあ、何ドラヒコだったんでね、うん、いつ泣けるかわかんない。あ、そう、タンポン切っちゃったな、うん、まあ、行く手だったけど。なん